はい、どうも皆さんこんにちは、リザートと、はい、ゼータ所属のザゴーです。はい、というわけで今回はね、スペシャルゲストザゴーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、今日はね、まあやっぱ、なんだっけ、なんか選ばれてなかったプロゲーマー、なんだっけあれ、なんかあれ、アワードだっけ。え、そう、なんか、そう、なんかプロゲーマーで今年すごかった人みたいな人に選ばれてましたよね。ランキング入ってたね。いや、すごいね。その方にね、今日はいろいろ鍛えてもらいます、フォートナイト。じゃあ、なんすか、10対5とかで俺負けてたら、企画ダウンじゃね、これ。いやいやいや、さすがに負けないよ、ザゴー。お前は。やばいって。ごめん、プレッシャー、ごめん。まあ、ちょっと僕、はい、今年からね、頑張るって言ってるんでね、まあちょっと、まあ動画投稿とか、まあいろいろやっていくんで、まあ今回はね、ザゴーさんに鍛えてもらいます。はい、今日はね。はい、じゃあよろしくお願いします。やっていきましょう。まあ、一応ね、なんでもね、勝負ごとにした方がね、多分、お互い、やる気になると思うんで、まあそうですね。5本勝負に行きましょう。5本勝負 OK。 なんか声出ない。このゲーム小さいな、これ大丈夫。わぁ、すげぇ。お、早っ、モボの。あーい、あー、今日も大会あったらしいじゃん。そうなんよ、あのね、4時間やばいね。やばいね、4時間って。もうね、疲れてる、ちなみに。え、そう、もし、あーい、はい、ちょっとそう、申し訳ない。大会終わりにそう急遽呼んですぐ来ていただいてね。これやっぱ好かれますよ、これは。あの先輩たちから、この。一旦そこのふっかるさね。はい、100。さすぎ。いや、けどあれだね、やっぱ。新しいショットガン来てないの、ちょっとね。ああ、確かに。いつ来んだろうね、ショットガン。これはそう。昔のショットガンだからね。え、そう。使いづらさもあるでしょ。ある。危ねえ。よし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 。最近さ、フォートナイトの大会、まあ最前線でね、やっぱ活躍してると思うんだけどさ。確かにね。おー、いいね。リオも一度取ったしね。おーい、さすが。なんだけどさ、そのなんだろう、今一番、その、ザゴのライバルに匹敵するプレイヤーは誰今。まあ、ザゴが一番ってのはまあみんなわかってると思うんだけど、うん、そのやっぱ、ライバル視してるやつ、まあ俺の次に上手いんじゃねみたいな。まあ、リオで言ったらペコイ系じゃない、やっぱ。ああ、やっぱウィッキシートペコね。2だから、波乗っちゃえばもうね。もう1余裕当たっちゃうんだね。なるほど、なるほど。対面型なんかそのタイプ多いよね。え、ザゴって乗っちゃえばみたいな。じゃあ、ナルト組んでるんだっけ、今。ん？ナルト組んでるんだっけ。ゼロンさんっていうね。あの、世界大会出た人でしょ。大会からそう。おー、やば、最強メンバーやん。めっちゃ強い。やっぱ、ディオってさ、お互い強いって思い合わないとさ、続かないよね。そう、ディオ、弱いって思い始めたら、もう終わり。だよね。そう。まあ今年からね、なんか世界大会4回 4? そうだ、ね、4回あるね。そう、4年間ずっとあるらしいから、1年ごとに。おお、早足だから、まあ全部出てほしいんだよ、タコさんには。まあ出るだろうと思うけど、まあ、リザーさんもよ。はい、違う違う、たらあ、はい、頑張ります。やればいけるし。いや、どうだろう、もうずっとやる気力がね、ちょっともう何かがない限り。あー、けど世界大会4年で何かに入んなかったらもうきつくないそれ。まあまあそうだね。まあ確かに競技勢としてね。そう、競技勢として世界大会4年って言ったらみんなやる気上がるのに。まあ確かに何かに入んなかったらちょっときついよ。何言ったらある。え、確かに。逆に、もうそうだな。何だろう、あ、早く、また俺を今時動かせるものは何なんだろう。まあそっか、前思い出そう、昔やってた。まあそうね、昔何ミでやってたか思い出したんで。何だろう、昔何あのずっとやってたんだろうな、フォートナイト。え、ザコなら答えめっちゃ楽しい。楽しくない。楽しくないんだ。あのね、ちょっとね、世界大会の時でエグいことあってさ。おう、まあ1個忘れてる、まあフォートナイトだったらあるじゃん。うんうんうん、身構えてるじゃん。うん、3日前に破壊されたんよ、世界大会の。ああ、それあれあれ、だるまさんもね、それでね、そう、だるまさんも大会1日前ぐらいに、そう、もう小手折りの場所をあふれてなくされて、それでやめてたからね。俺も今やめかけかもしれない、普通に。あ、やばい、変身した。メイ、なるほど、やめかけ。それ、おい、それ嘘だろ、お前。やるだろ、フォートナイト。やんないと生きていけないんで、私もやっぱり。まあ、仕事なんでね。仕事なんでも
まだなんかアワード選ばれちゃったしやんねえとなってなってる。そう、何アワードってなかったよ、あんな。なんかね、そうあれね、なんか中間発表とか最初の発表みたいなのがあったんですよ。うん。そう、それで、なんだよね。やばいやばいやばい。うわ惜しい115。ぶねえ。あ、そうなんだ。え、あれなんか賞状とかもらえるのかな。わかんない、もう何も俺知らされてないんだよね。え、あれってうん、急に免状されて、え、なんだろうと思って、なんかあの中間発表の時にああいう賞があんなの分かってたんだよ。おうおう。で、中間発表の時はなんかバロラントの人うんがもうほぼ占めて仕切ってて、あ、そうだね、フォートナイトバロラント、バロラントの賞なんかなと思ってたんよ。そしたらザゴの俺の名前が載ってたんだよね。いや、フォートナイトで選ばれるって、ああ喋ってる暇ねえ、ザゴ相手。フォートナイトで選ばれたのただ一人だからね。え、すごいよな、フォートナイトが選ばれるのって。すごいよ、ほんとに。だからまだ、勢いあるんだね。フォートナイト？そう。もうちょっと前に、そういうのあってほしかったわ。そしたらもうフォートナイト埋まってたでしょ。うん、埋まってたでしょ、フォートナイトで、その時は。4、5年前まではフォートナイトが一番あれだったからね。そうだね。まあ、今も、まだ波あるらしいっすね、やっぱり。フォートナ？そう、まだね。あ、まあ、確かに、その再生数とかもね。あるってことは、やるべきなのかもしれないけど、檻だけは壊さないでくれ、本当に。それ、伝統行事だから、それ。フォートナイトが落とす。抽選入ってる、あれ。え、その世界大会？世界大会で壊されたの？そうそうそう。世界大会で壊されるってやばいね。今までずっとそこのね、効果の練習とかもしたのに、壊されるってことでしょ。立ち回りも考えて、あれ、ないんだよ。それは嫌だな、マジで。なんかあれないみたいな。イラスト最近何してたの？最近？フォートナイト。嘘でしょ、やってないでしょ。いやオンラインじゃないよ、絶対。オンラインじゃない？絶対オンラインじゃないよ。そう、オフラインじゃなくてフォートナイト。こっそり。いやいやいや、もう一応知ってるからね。俺一応やってるから、あんま面白くないなったら見ながら。そうだよね。フレンドラン見るじゃん。うん。最初取り上げたら。あ、フレンド切られたんじゃねって思っちゃった。え、俺も、え、俺最初さ、そう、フレンド切ってんのかなと思って。あぶね。いや、でもしかも、ちょっとやんないだけで、なんかみんなの動き全然違う、もう。早すぎてさ。そう、ぐらいね、スイッチで買った桃鉄ってゲームさ。あ出た出た。やってたんだよ。出た桃鉄。100年コース一緒やってたら、2日ぐらい。もうね、終わってたね、俺、動きが。そんなハマれるあれ。うわ、おもろい。寝て起きたら桃鉄みたいな100年コース行ってったら、あれ、僕なんてやってねえなーって思ってなかった。え、あれって一人でできんの？友達と？あ、そう、みんなに言われるんだけど、NPC 3人でやってる。いや、怖っ！あー、危なっ！ FNCS もあるんだっけ、今シーズン。あるある、多分ある。世界大会発表されて、わかんないけど、FNCS ってよりかは、あれなんかな、やっぱ、予選形式みたいなのかな。あー、そういうこと？ありそうじゃない。え、そうしてほしい、なんか昔みたいにさ、部活の一番最初の世界大会もそんな感じじゃなかった。あれだよね、バトルバスのサムネイルのやつだよね。そうそうそう。うわ、早っ、逃げんの。待って、よじ登り弱いの。ちょっと前一回構えないといけないから。え、じゃあ、遅いよね、遅いよね。遅い、遅い、遅い。うわ、走ったー。行っちゃう。なんか近っ。待って、ちょっと待って、両側できてない。あ、危ない。ダッシュがね、ちょっと強くなった。ストレーフって言って、この、ジャンプ中に曲がったりできるようになった。ああ、わかるわかる。え、あれさ、使える大会とかで。大会なんか、使える。え、そうなんだ。その、なんか、技みたいなのあるんだ、もう。そう、終盤とかで、ちょっと使えたりするから、まあ、それ結構強いね、っていう、俺からの。またなんかミニピオ、ミニピオうまそうだな、そういうの。あ、そう、ミニピオうまいよ。うまいよね、絶対。わぁ、ダメが低いよ、でも。やばい、これもう、ワイチュー、あ、待って、うわ。あ、危ねえ。甘えたわ。あと1点だから甘えたわ、AR で。あるあるね。あ、やっぱミニピオそういうのうまいよね、そういうの、なんか、あたら、そう、キャラコンがうまいからさ。いや、マジね、クラッチできるとりあえずキャラコンはうまい。あ、そうなんだ。ザゴー研究によると、うん、ザゴー研究によると、クラッチがうまい人はキャラコンとエムがいい。待って、やばい、マウスが。なんか、ただの雑談みたいになってきたら、雑談ぐらいにできねえ、もう終わっちゃってるしかも。そうそう、忘れてるし俺。何点もってるし。え、何点勝負とか言ってたもんね、俺ら。いつも話してたらこんな
話盛り上がらない、うん、あれだね。久しぶりだったね。半年ぐらい喋ってなくない？多分半年も行ってる。そんなね、世界大会の時一回あれだな、うん、ビデオ通話の時いたな。ビデオ通話？分かる。え、なんかしてたくない？なんかラルさんとかがいるところで。してたっけそんな。え、なんかしてたんや。いたよ絶対。なに、ビデオ通話、誰がビデオ通話してたの？え、なんか空港のとこで、うん、なんかやってた気する。伊沢さんが空港。俺空港なんて行ってないぜ、社会大会。違う、あの空港でその誰かが通話してて、うん、通話した気がするんだけど。本当に違う人かもしれない。違う人だねそれ。そんなことないと思うけどな。え、ザゴってさ、あの東京とか来ないの？遊ぼうよ東京。もう俺の街だから東京。え、マジ？いや、ごめんごめん。めっちゃ恥ずかしい言ってて。うん、東京住み始めても1年ぐらい経ってるからさ。うわ、外した。会ってみたいもん、ザゴ。ザゴって、うん、結構外出たりしないの？いや、出ない。まあそうだよな。大人やったら やる気もない。ストイック暇ねえよな。もうワンプキャンしながらただ雑談してるだけになってる俺。いいんだそれで。待って、やばい。あー、やれない。スライドスライドスライド。オッケー。まあ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 、とりあえず10本勝負でいいか。10本、10本にしよう。うん、最近ナラと一緒にゲームしてんの？最近 NPC が多いけど今。NPC 今週のどういうこと？今週のあ、桃鉄ゲームやってるやつ。人はそう。なるほどね。多いけど、え、誰だろう。ユースになってやることないんだよね。その新しいショットがないからさ、うん、やることがないんだよね、あんまり。リオ練習ぐらいかな。おう、あ、また動画撮ろう。うん、撮ろう撮ろう。今日ね、ちょっとね、YouTube やってて分かることあるんだけどさ、うん、ネタないわ。探すの大変だよね、YouTube のネタって。え、ガチ大変だった。あとやっぱ、あれだね、ちょっと、うん、うわ、競技下手になってるって実感ちょっとあるからさ。え、そうなの？いや、でもあれがあるくない？さ、限界とかではないでしょ？まだ強く終わってた。まだいけるか。まだいけるよ。限界なんて感じてないはず。もうこっちのセリフ、限界はもう。もう2、3年前から来てる限界、マジで。確かに。もう確かにやめろ。ずっとやってるもんな。いや、だってさ、もうだって、3、4年ぐらいやってないじゃん。いや、もう4年、5年じゃない？もう、いつ、この間が決まったか覚えてないけど。いや、ゲーム。いや、ザボもやってたっしょ。そんぐらいからやってなかった。え、どうも、俺ね、まあけど、確かにやってるってやってるか。ずっとはね、難しいね。まあ今回ね、ザコとなんか、まあ、強化合宿みたいな感じだと思ったら、なんかちょっと雑談っぽくなってたんですけどね。みんなも、ザコさんの声聞けてよかったと思う、俺のチャンネルで。はい、というわけで今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。よければね、ザコさんのチャンネル、概要欄に貼っとくんで、はい、チャンネル登録お願いします。やったー。じゃあ、バイバーイ。お疲れ様でーす。じゃあねー。お疲れ様でーす。